はい、どうも、メスでーす。木曜日ということでね、来ました。FP ガチャ。いやー、待ち望んでた。で、このチャンネルね、見てもらう、普段からね、見てる方だったらご存知かと思うんですけれども、ウィーレインタイドっていうものをやってましてですね、ウィーレアプリの方で、レート1500達成しなければ、e フットボール2022が実質引退状態。まあ、という、要するに、まあ、やれないという状態ですね。はい、ということで、まあ、そんな中ね、e フットボール2022の方がなんか得点、なんか、試合を40試合だけやると、なんか、レジェンダリーの選手をね、ゲットできるみたいな、告知が来てて、はい、当然できません、僕は。はい。でもね、見てほしいんだ。ちょっとね、動画化する予定ないので、もう公開しちゃいますけど、今現在のね、レートが、ほら、1352。ちょっと上がったんよ。ライブアップデートが開始されて50上がりましたね。一回ね、1270とかまで落ちたんですけど、上がってきました。で、結構ね、今もうちょっととりあえず、デブライネとカンテとルーベンをね、入れたんですけど、ね、ライブアップであんまり良くないよね。俺の使ってる選手。なんかやっぱ C が多くて、できればね、ちょっとデブライネもカンテもとりあえず入れただけなので、中盤の選手とか欲しい。まあ、ちょっとね、FP 来てるんで、FP ガチャね、見ていきましょう。はい、ということで、J リーグアワーズ、こっちもいいね。こっちも引いていきたい。まあ、とりあえず一番狙いはイニエスタだけど、前田大然もあり、元山鹿のね、いやー活躍してるわ。嬉しいね。なんか元山鹿の選手が活躍してると。はい、ということで、まあ、当の山鹿ね、まあ、ジェイス、これちょっと、まあ、能力見ていきましょう。おーい、ディスコードに集合だ。おーい、いいか。お疲れ様でーす。おーい、はい、スメスさん、お疲れ様でーす。おーい、どうしました。これ今回の FP、 はい、もうやったな。私がなんか悪いことをしましたっけ。やっちゃったな、お前。やっちゃいましたか。いや、ちょっと記憶にないですね。教えてもらえますか。やっちゃったのは、俺に、端的に、こう、はい、どの選手がいいとか、はい、俺のスカットを見て、はい、どの選手がいいとかっていう、その、メッセージを俺に送らなかったことが罪だな。いや、ヘルパーか。は？違うんだよ。専属のヘルパーじゃないんですよ、俺はメッセさんに。あ、じゃあさ、ちょっと、お前の動画見るのちょっと大変だからさ、ちょっと端的にさ、ちょっと教えてよ。なんで見てくんないの、メスさん。見ない、見ない。10分もない、9分、9分。やだ、やだ、やだ、やだ。だって、超絶、なんだっけ、わ、いい、違う、異次元の超絶若手選手。いいって、サムネ変えたから、ちゃんと。割とガチで、なんか、えって、なんか、ちょっと。いや、俺もなんか、予告見たら、これ意味わかんねえなって思ったけど。割とガチで怒ってる人いたからな。いや、ほんと、一番下の人に再生数稼げればいいんですかみたいな、もう変えましたよ、ちゃんと。ちゃんと爆裂効果に変えたんで、異次元の。ちょっと、ね、ちょっと教えてよ。ちょっと、今見える画面共有してんだけどさ。いやいや、見てます、見てます、見てます。はい。俺のスカット、いやでもね、中盤やっぱ欲しいね。今回の目玉はズバリやっぱガビ。いや、ガビなんすけど、ただガビ、根腕4なんすよ、言うて。だから、C の時期を考えるなら、やっぱり、目玉はメスさん、モラタです。まあ、確かにな、モラタいいよね。で、ミュラーは、スーパーサブが消えたんだっけ？スーパーサブがね、なくなっちゃったんすけど、ただその分スルーパスとかついてるんで、パス能力は、はい、今回の方がいいということで。なるほど、なるほど。はい。まあ、ジョアン・カンセラはないかな。インナーラップサイドバックだよね。フィジカルもね、そんなみんな強くないんで。クリス・スモーリングいいんじゃない。スモーリング悪くないですね。A だったら全然使えると思います。今、ライブアップで A の、なんか FP のセンターバックいないんよ、今。あ、めちゃめちゃ、じゃあ、ぴったりじゃないですか。ね。だからちょっと、クリス・スモーリングありだな。あ、でも、なんか若手の、センターバックも結構いいっすよ、それで言うなら。若手、あ、これこの選手。トコチャチュナン、はい。スフール選手。ほう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 。レベマにしたら、まあまあ、強かったですね。身長は190。おー、190。結構あるね。あ、そう、サイズもいいんすよ。スピード瞬発は。スピード瞬発、ちょっとごめんなさい。
データないんで今持ってきます。お前すぐさ何のためにお前は今この場に立ってるんだよお前。いやすぐ呼ばれて対応してるんですよこっちも緊急で。すぐに言うためだろ。あ、出ました出ました、スピードがレベルまで85です。あ、いい。瞬発が83っていうことになっております。いい、はい、いいね、ありだね。そして今回スキューにインターセプトが新しくついたということで、じゃあちょっと余計なこと喋るな。俺が求めてる以外のことを喋るなお前は。あ、すいません、はい、うん、わかったか。うん、これ今あ、なんつった今。いやいや、舐めてないよね。なんか今聞こえたな。は、いや、舐めてないです、舐めてないです。ゴールキーパーはどう？ちょっと正直厳しいですかね。なるほど。だったら、うん、あの今確かノイアーがライブアップでいいんだよな、確か少し。ああ、もうウィレアプリはノイアー最高ですよ、守備苦手な人にとったらね。じゃあゴールキーパー、ちょ、ノイアーありだな。ノイアーいいと思います。オッケーオッケーオッケー、じゃあノイアー使うか。はいはい、でこれ J リーグアワーズの方は、これちょっとごめんなさい、僕の専門外ということになっておりますね。あ、興味ない。いや、そんな、決してそんなことは言ってないです。いや、ただちょっとまあ J リーグの方はこのにわかの私が語ってもあれかなと思って現在ちょっと勉強中ですね。 J リーグ勉強はしてるんですよ。逆にメッシさん、うん、おすすめいるんですかこの中で。いや、いますね、前田大然。あー、うん、まあ元山がっていうこと。はいはいはい、おー、それだけは知ってたんだな。はいはいはい、言ってるでしょそれぐらいは。あんだけツイートでメッシさん言ってんだから。谷口とかどうかな。谷口とか、あとジェジーエウ。ジェジーエウ、うん、ちょっとよくわかりません、ね、身長が低いかな。お前何使えないじゃん。いや、だからセンターバックが欲しいんですね、メスさん。つまりセンターバックは欲しい、あと中盤だね。前線もまあそうだな、いたら嬉しいけど、まあなんとも言えんな。じゃあちょっととりあえず J リーグ引こうかな。はい、お願いします。もう J リーグに関してはメスさんの方が詳しいと思うんで、まあ当たった選手のその特徴といいますか魅力、はいはいはい、ぜひ伝えてほしいです。とりあえず J リーグはイニエスタと大然かな。まあメッシさんのね、うん、その山賀ファンっていう思いでも、うんうんうん、ぜひ取ってほしいですけどね。カモン1回目。あー、フロントアレ、あー、フロントアレ、あ、JG が、あ、でもセンターバックの、うん、はいはいはい、もういいんじゃないですか。え、なに、いや、いや、センターバック欲しかったって言ってたんで。いやいやいや、え、なに、お前何にも知らないくせに何適当に。 いや、でもセンターバック欲しかったって言ってたから、うん、いやいや、でも JG エウがいいとは言ってない俺。あ、うん、選手批判か、ひどいな。いや、選手批判してないけどな。いや、お前は能力も把握してないのに。何適当に。いや、あなたもですけど、ね。あ、イニエスタ！あ、イニエスタ！おー！よーし！これは大当たり。これはナイス！おー、いや、普通に強いっすよ、イニエスタ。よっしゃ、レベママいくつ？あ、待って。おー、適合率15.2って。えぐいだろ。イムの回しの旅、行ってらっしゃい。当分使えねえよ、おい。あとは大前大前ちょっと見たいよ。頼む。カモン。来るか？さあ。さあ、マリノス。ユニフォームが。すぐマリノス。え、来た。あー大然来た。俺は持ってるわ、メッサー。お、マジで来た。もう J リーグで運使い当たりしてんじゃないこれ。いや、なんでそんなこと言うよ、お前。いや、違う、それぐらいいい引きをしてるなって。なぜ言った、うん、お前今それ言ったらさ、は本番ここですけど。いや、モラタ一番狙いですけど。うん、まあ、分かった。じゃあ、勢いづいたってことにしときましょう。え、お前がそう言ったことによってどうする、これ。このさ、センターフォワードのポストプレイヤーのモリーナさんとかさ来たらどうする。いや、モリーナさんいい選手ですけど、38歳。いや、いい選手とか関係ない。うん、俺はレートを上げようと思ってる。はいはいはい、いや、モリーナさんと共に上げませんか、レートを。上げれないね、ポストプレイヤー。僕では使いこなせません。切ないな。じゃあ、まあ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 、まあ、オーケー、行きましょう行きましょう。いや、お前これお前の責任だからな、本当にもらってこなかったら。とりあえずまあ国見ましょう。え、どこ、これ、え、何、オランダですね。ない、誰、あ、センターバックの、あ、いいんじゃないですか、あの190センチの。え、若手の、あの、若手のセンターバックの。あ、あり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 、ありあ、いや、ありでしょ、これは。ありだね。ほらほらほら、やっぱ、さっきのジョークです、皆さん。アメリカンジョークって知らないか。勢いだな、勢い来たな。ああ、なるほど、なるほど。いい波乗ってんねえですか。いい波来てるよ、これ、モラタ来るよ。ミューラーもありだよね、でも全然。ミューラー全然、トップ下、ね、フォワードもいいでしょう。乗ってきた、は、あれ、あ、まあ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 、育成大変、メスさん爆発になりましょう、これで。育成。いや、無言やめてください。お前おかしいだろ、お前これ。
いや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 、育成楽になったって思いません？ワンチャン爆発するかもしれないですから。育成楽とかそういう話じゃないだろうな。ああ。貴重な FP のさ、FP3 回しかねえガチャでさ、先週も被ってさ、今週も被るってどういうことなんお前。なあ。日頃の行いかなと思われます。ああ、し、覚えとけよ。お前、リアルにあった時覚えとけよ、おい。ちょっとすぐ逃げます。このガチャ引いたすぐ僕逃げるんで。さあ、これラストモラタ！モラタ来なかったらお前、本当に。まず国見ましょう。リアルに、おわおめでとう、おめでとう、ありがとう、おめでとう、ありがとう、メス3連続センターバックありがとう。泣きんなよマジで。まあでもリアルな、いやお前がフラグ立てたせいだよ。なあ、そうじゃん。うん、まあ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 、人のせいにしてればいいんじゃないですか、そうやってさ、いや、俺だって欲しかったけどね、異次元の超絶若手。おい、いいって、ガビの話が。